どうもフリーマップとハースガーです。今回ですね、中間選挙に備えるトランプ氏と不気味なお困りの勢力、その10です。オチとしてはトランプ陣営とお困りの勢力の動きが本当に激しい状況というところなんです。今回の動画をご覧いただく前に概要欄の動画をご覧いただくと理解が深まるので、ぜひよろしくお願いいたします。ここからは前回に引き続き中国関係の話です。まずは前回に続き西側諸国の中国への圧力に関するところから。2022年6月29日、西側諸国の軍事同盟である NATO 北大西洋条約機構はマドリードでの首脳会議で、今後10年間の防衛安全保障指針の戦略概念を採択。ロシアを直接の脅威と位置づけ、さらに中国が深刻な挑戦を突きつけていると指摘。 NATO 会合で中国が言及されたのは初めてのことです。これにより東西の枠組みができ、新たな冷戦が表面化しています。7月6日には米英の情報機関トップが知的財産の窃取などを狙った中国のスパイ活動について強い危機感を表明。これも今後中国への西側諸国からの圧力になってくる話です。日本でも太陽光、風力発電などの再生可能エネルギーについて、自民党の真の地産地消地域共生型エネルギーシステムを構築する議員連盟は6月8日に、全国各地で乱開発が問題化している現状を踏まえて、関係法令の改正も含め早期に規制策を検討していくことを決めました。7月5日には今回の参院選の全国比例区で改選の自民党自見花子議員がツイッターで、外国人医療費の適正化と同時に年金の適正化も実現したことを発信。日本に一度も住んだことがない外国人が事故などで障害を負った場合に障害基礎年金を受給できる状態を是正していました。今まで日本に一度も住んだことがない外国人も障害基礎年金を受給できること自体がおかしいんですが、それを自見議員が是正したのは非常に大きいことです。ここからは中国に絡む日本のお困りの方たち、つまり今後日本を含む西側諸国から制裁されそうな方たちの話です。2022年6月4日、大阪吹田市日中友好協会の2022年度定期総会は天安門事件の6月4日に開催。中国在大阪総領事の摂健総領事がスピーチし、後藤敬司吹田市長が祝電を送りました。当日は前衆議院議員渡嘉敷直美氏や前吹田市議会議長石川勝氏が参加しています。6月7日には中国共産党と福岡県議会がオンライン会議。アメリカの制裁や G7 で中国を締め上げる動きがすでに始まっているのに、リスクを全く考えていません。6月1日に日本政府経団連主導の日中国交正常化50周年実行委員会が発足しましたが、ロゴマークは2007年以来日中交流事業で使用されていた CJ ハートを使用するそうです。 China Japan の頭文字 C と J を組み合わせ、ハートを形作っています。6月6日には在福岡中国副総領事が九州中資企業協会を訪問。在九州の中国企業に対し経済貿易投資協力の促進に貢献するよう指示を出しています。ここ2年間だけでも中国共産党による九州への進攻が早すぎるそうです。やはり西側諸国の制裁が入り始めているので、中国は焦っているのかもしれません。中国からのデカップリング、分離をするための活動をされている三木真一郎さんは毎月中国撤退セミナーを開催していますが、6月のセミナーで大手企業の担当者も参加したそうなんです。これはいい傾向だし、実際に西側諸国からの制裁が始まったことが大きいと思います。6月11日から12日に瀋陽で日中国交正常化50周年記念イベントが行われ、北海道、富山県、北九州市、山形県、神奈川県、岩手県などが参加。このイベントは福田康夫元総理が代表の一般財団法人日本アジア共同体文化協力機構や北海道銀行、ジェトロ、日本貿易振興機構などが支援するイベントとなっています。6月8日には福岡大連未来委員会総会が開催。中国総領事栗慶軍氏の講演会に公益財団法人福
福岡ユカトピア国際交流財団の土屋直友氏、福岡経済観光文化局国際経済部長の富田正氏、福岡県日中友好議員連盟会長の吉武邦彦氏らが参加しました。その中国では上海2024年にレゴランドがオープン予定。正直2年後の段階だと相当西側の制裁が進む可能性があるので、本当にレゴランドがオープンできるんでしょうか。前回の動画でも紹介した2010年に成立した中国が緊急時に発動する法律で、緊急時には中国の国防にある程度の年齢の中国人民が駆り出される国防動員法の中国側の運用に関する動きとしては、最近は露骨にデモ、暴動を起こすよりも海外では民兵によるサイレントインベージョン、静かなる侵略的な戦略が増えているそうなんです。6月9日には中国在大阪総領事館で日本国籍または日本永住者で35歳未満の職員を募集していることが判明。中国領事館は中国領なので日本の法律は通用しないから人権などは全く保障されません。6月4日には在福岡中国総領事は福岡県議会の主要メンバーと会議を行い、総領事が習近平国家主席の人類自然生活共同体の概念を紹介し、倉内功氏、松本邦弘氏、吉武邦彦氏らが地球運命共同体の概念に基づき、日本と中国が気候変動や健康分野で中国とより協力するべきだという意見を述べました。中国は大阪の中華街プロジェクトを諦めていないようで、目立たないように着々と進めている模様です。制裁が入る前に何とかしないとシャレになりません。6月9日には中国在大阪総領事の節健氏が大阪府日中友好協会へ訪問。この訪問の際にパナソニックの4代目社長だった谷名誉会長は、多くの中国の友人がパナソニックに感謝しているが、パナソニックも中国に感謝しており、中国との協力は大きな経済的利益を得ており、互恵的な関係であると述べていました。6月8日には中国大使館の高原雄大使を神奈川県庁前で、神奈川県日中友好協会名誉会長で神奈川県知事の黒岩祐治氏が出迎えていました。神奈川県への中国企業誘致を進める黒岩知事にとって皇太子は乗客となります。その後仲良く祝賀会に出ていますが、これだから自分が住んでいる神奈川県はお困りの地域なんです。ちなみに日本の中国大使館は中国政府そのもので、その中国政府と日本の県知事や議会などが直接会談を行うというのは立派な外交活動です。同日には上海市人民政府と在上海日系企業の会議が開催。日本からはジェトロ上海事務所と武田ブラザー、みずほ銀行、資生堂、ダイキン、花王の6社の日系企業が出席。議題は上海への投資の問題とその解決法についてで、薬品認証、輸入箔の出展、金融復帰、電子領収書などについて話されていました。これもまた同日ですが、中国では国家安全の密告奨励法が施行。匿名でも受け付け、特別重大な情報には10万円、約200万円以上の報奨金を払うそうです。要するに中国政府にとって都合の悪い人物が拘束されやすくなります。これも大阪の話題ですが、マンション管理組合などが民泊禁止をしっかりと宣言しているにもかかわらず、外国人住民は構わず民泊を営んでいるそうです。6月9日にはまたもや節健氏が2025大阪万博の会場を視察していました。その上、わざと会場で写真を撮っています。日本維新の会にしても2017年に大阪議員の50人が中国総領事を招いて、中国の経済、外交戦略の一帯一路の講義を受けていましたが、その維新の議員は未だに中国熱が冷めていない模様です。6月10日には皇太子と丸紅会長の国部文也氏が会談。両国の経済、貿易関係を強化、進化させ、地域の連帯、協力繁栄の促進に貢献することで合意しましたが、丸紅も制裁に向かって一直線の様子です。ルーピー、宇宙人の鳩山由紀夫元総理にしても、6月11日に政界復帰を決めましたが、これは習近平国家主席の中国の夢を実現させるためだそうです。やはりルーピー鳩山さんは余計なことしかしていません。中国の国防に関する行政機関である国家国防鍵工業局にしても、同局が管轄する7つの大学、
国防7師、国防7校は中国人民解放軍の軍事技術研究を行っていて、このような大学と協定している日本の40以上の大学は人民解放軍に協力しているのと同じことになります。これも日本の大学がアメリカの制裁対象リスト SDN リストに乗りそうな事件です。日本維新の会の国会議員の秘書兼日中一帯一路促進協会代表理事の高村勉氏にしても6月10日にルーピー鳩山さんの政党の共和党の記者会見に参加していました。ちなみにルーピー鳩山さんも高村氏も NHK 党が排除した帰化人の原田裕美氏を推しています。6月11日には全日本華人促進和平中国統一協議会の会合が千葉県で開催。この団体は中共の団体で、今日の中国人の幸せな生活のために命を捧げるのは共産主義者であること、党の栄光は常に忘れてはいけないと涙を流し、共産党がなければ新中国はないを合唱しました。6月9日には中国籍の女性31歳が大阪市浪速区の路上で中国籍の男性39歳の胸や腹などを刃物のようなもので刺し、現金約2500万円が入ったカバンを奪おうとした強盗殺人未遂の疑いで3月に逮捕されましたが、この日の時点でなぜか不起訴になりました。これは一体どういうことなんでしょうか。6月12日には、これまた大阪の摂県総領事が西日本の留学生約200人を集め、オンライン会議。祖国は君たちが才能を発揮するために広い世界を提供している。皆さんが祖国で改革のプロジェクトを展開実行できるよう最大限協力をしますと述べました。5月20日には日本電産と中国の清華大学は電気自動車を中心とした様々な技術分野で共同研究、開発を推進する包括連携協定を締結したと発表。日本電産も SDN リストに入った模様です。中国では日本の移民斡旋業者の笑いが止まらないそうで、外国人受け入れを推進する日本の制度と、中国を脱出して早く日本に移民したい中国側とが見事にマッチングしています。2062年の未来人の予言の2024年の日本の大事件につながりそうで嫌な予感しかしません。2019年に中国の一帯一路サミットに高知、滋賀、山梨県知事が参加しましたが、全ての知事が中国にどっぷり使ったコメントを出しました。今もそれほど変わらないはずなので、いつ制裁対象になってもおかしくありません。6月16日には中国在大阪総領事館主催の日中友好交流大会で日本の知事が挨拶。この大会は日中友好の新たな発展の展望を切り開き、新時代の要求に応える日中関係の構築を支援することを目的に開催されているそうです。同日にはホテルニューオータニ大阪で西日本地区日中友好交流大会が開催。外務省の姫野勉関西担当大使が日中間の交流が盛んになることを期待している、大阪万博を日中協力の成功例としたいと述べました。外務省も西側諸国の制裁対象になりたい模様です。さらにこの大会では大阪府の吉村博文知事の祝辞が代読されました。あの日本経済をボロボロにしたことで知られるケケナカさんこと竹中平蔵氏が会長を務める人材派遣のパートナーにしても、大阪市の令和4年度外国人留学生との連携拡大及び企業支援業務の運営事務局がパソナとなっており、大阪在住の外国人留学生約2万4000名のうち約 40% が国防動員法のある中国からなんです。これで大阪で起業を考えている留学生を応援するプロジェクトを大阪市が実施しているわけです。市の予算を使ってやることではないんですが、パソナの場合は海外展開もしていて、中国にそのグループ会社が一番多いです。そういう意味ではパソナもチャイナリスクを呼び込んでいるので、いつ西側諸国からパソナが目をつけられてもおかしくありません。これも大阪ですが、6月10日に開催されたイベントで大阪観光局理事長がシェシェと叫んでいましたが、中国からの観光客を呼ぶ気満々の様子。中国とズブズブの福田康夫元総理もインタビューで一帯一路構想について崇高な理念と言い切っているので、さすがとしか言いようがありません。
6月18日には尖閣周辺に中国船が64日連続で出現。こんな状況でも中国のイベントに参加したり祝電を送る知事、政治家がいます。日中国交正常化後、1975年に最初の日本への国費留学生6名を池田大作氏が身元保証人となって創価大学に入学させました。その中の一人である丁英華氏が2010年から9年間も駐日大使を務めました。日本に帰化した日本籍の華人を国会に送り込む活動はすでに10年前から密かに行われているようで、ルピー鳩山さんや自民党の河村武雄氏らは10年20年かかってもそのような中共による目標を実現する使命があるそうなんです。中国のサイレントインベージョン、静かなる侵略についてはソフトなやり方である日中文化交流で中国が動いています。特に中国領事館がその文化交流を講演しているんです。中国系不動産業者や移民斡旋業者の広告にしても5000万円以上の不動産の購入で経営管理ビザ、家族移民ワンストップサービスを提供しています。これもサイレントインベージョンの一つになります。6月18日には大阪高槻市日中友好協会の総会が開催。中国在大阪総領事の節健氏ら中国共産党との交流を進める日中友好協会の幹部は、中国共産党によるジェノサイドや軍事力を使った世界への脅威、日本の土地買収などについては完全に無視できるという特殊な感覚の人たちだそうです。これはある意味で期待を裏切らないクオリティです。6月20日には東京の多元文化会館で開催される日本華人参政勉強会主催の日本の参議院選挙及び華人政治参加の行方で河村武雄氏が講演。息子で参院選に立候補する河村健一氏に日中間の善隣関係を促進することを期待し、選挙権を持つ在日中国人には参院選を機会に積極的に自分の意見と考えを表明してほしいと述べました。6月19日にも河村氏は荒川区民会館で開催された華人の舞踊発表会に参加し挨拶。この前日の6月18日には青島と大阪南港間の中日海上黄金通路の開通式典が行われました。日本では日中が参加する自由貿易協定の RCEP 路線開通と報道されていますが、中国の報道では一帯一路の新しい回路と報道されており歓迎されています。6月13日には日本で開催の展覧会なのに中日国交正常化50周年記念と掲げる日本維新の会の元議員だった浜田克行氏と公明党の小清水圭一衆議院議員が展覧会に参加。この辺りは全くブレがありません。6月20日には大阪府警と滋賀県警は詐欺窃盗の疑いで中国籍のスーチュンイエ51歳とショウ・ロイ23歳が逮捕。2人は何もやっていないなどと容疑を否認しています。同日には10万円相当の草刈り機を盗んだとして中国籍の派遣社員を逮捕。6月21日には中国籍の男性2人を偽ブランドバッグを売ったとして逮捕。同日には外国人旅行客への免税販売を装った消費税の不正還付事件で新たに計約3億2000万円の不正還付を受けたとして大阪地検特捜部は消費税法違反などの疑いで大阪市西区の輸出販売会社社長で中国籍の陳鳳容疑者を再逮捕しました。これも中国の移民斡旋業者の広告ですが、移民に厳しい大和民族は高齢化と少子化を理由に世界中から移民を受け入れると宣言と、とんでもない文章が入っています。これも6月21日ですが、三菱 UFJ 銀行主催の日中国交正常化50周年記念イベントに中国大使館の楊宇公使や日本側から約300名の経済人が参加。アメリカからの制裁が始まっているのによくこういうことができると思います。6月18日には兵庫県明石市議会議長の橋本和夫氏と副議長の辰巳浩二氏が明石市日中友好協会の会合に出席。あの節健総領事も出席しました。橋本議長は現在の不安定な国際情勢の中で日中友好の重要性は一層高まっており、日中の結束がアジアの安定と世界の平和につながると述べました。
その前日の6月17日に雪健氏は奈良県葛城市の小学校の生徒たちと田植えの体験をしました。中京は庶民や子どもたちとの交流を宣伝材料として党の好感度を上げるという習近平国家主席と同じ手法を使うそうです。6月15日には中国語新聞の中文同胞で立憲民主党の蓮舫議員がインタビューを受け、私たちの目標は人権を尊重した上で在日外国人を受け入れることができる社会を実現することであるとともに、在日外国人の増加が社会経済状況を変化させることを基本理念として多文化社会を形成することです。これは多様な個性と価値観を認める社会の実現ですと述べました。最近の中国系新聞では以前にも増して日本の不動産広告が増えているそうです。これもまたサイレントインベージョンの一つとなります。6月19日には大阪府阪南市で中国共産党お得意の田植え外交、領事と市民との交流が行われました。同日開催の阪南市と中国蘇州市人民政府とのオンライン会議で雪健氏と並んで手を振る市長の水野健二氏の姿がありました。6月21日にジェトロは中国国際輸入博覧局と調印し、輸入博の日本企業の誘致組織者として第5回輸入博に参加することを表明。この輸入博は習主席が一帯一路フォーラムで国家の威信をかけて開催することを宣言した中国最大の輸入博ですが、どう見てもジェトロは制裁されたいとしか思えません。6月22日には中国在福岡総領事の李慶軍氏と福岡県商工会連合会の花田恒之会長との会議が開催。地域経済協力などが話し合われましたが、福岡の中小企業も制裁対象になりそうな状況です。同日には中国三門教師と岩手県北上市のオンライン会議が開催。及川義明北上副市長は北上市の地理的条件や東北地方の資源、特に半導体や自動車産業について三門教師との交流協力に期待しますと述べました。中国共産党が日本の地方都市の資源を奪うには4つのやり方があるそうで、1友好交流提携、2経済協定、3投資促進、4資源ダッシュとなっています。これも6月22日ですが、高原油駐日大使と東芝会長の綱川聡氏が会談。綱川会長は東芝は1972年に中国に進出し50周年を迎えます。東芝は次の50年に向けて中国と築いた深い相互信頼を大切にし、互恵ウィンウィンの精神で新しい分野での協力を強化し、日中関係や両国の人々にもっと貢献できるようにしたいと思いますと述べました。東芝もこのままでは制裁対象に入りそうな状況です。人民日報日本版の7月号では社民党の幹事長である服部良一氏のインタビューがあり、中国との友好を批准する国民運動の流れを作ると述べました。中国移民業者が日本向けに掲げる内容もなかなかなもので、日本は他国に比べてはるかに安い先進国であり、元の国籍を維持し日本社会と医療やその他の恩恵を享受できるんです。経営なし、投資なし、住居なしで経営管理ビザが取得できるなど、必要資金は業者が貸し付け、共同オフィスで会社登記、ダミー社長もできるというものになっています。ここまでが10本目ですが、11本目も中国関係の話になります。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。